Jo, Saske. こいつのチャクラ突然感じた。どういうこと？あちゃ、バッドタイミング。どうして俺の居場所が分かった？俺を舐めるな。こっちにはそれなりの能力がある。今さら何の用だ。俺たち鷹は暁を抜けた。お前らにもう用はない。お前たちは俺との約束を裏切ったことになっている。何のことだ？美獣狩りの件だ。それならもうあんたたちに八尾を買って渡したはずだろ。あれは変わり身だった。つまりお前たちは失敗したんだ。お前らは八尾に一杯食わされたのさ。シャリンガンで見切っていた。分身の好きなどありえなかったはず。体を唯一分断したあれか。正直お前らにはがっかりしたぞ。だからってじゃあどうするんだよ。僕らにはもう関係ないだろ。いや、暁としてやった仕事は最後までやってもらう。とは言っても八尾はもういい。今は別の用をやってもらうことにした。断る。と言ったら？ここでお前らとやり合うことになる。このハエはいけないということだ。押し通る。今さらこのハエ行っても少し遅い。俺のとすり抜けた。前と同じだ。こいつの能力か。お前の目的は今や虚しく聞こえてくる。残念だ。どういうことだ？この葉隠れの里はもうない。どういうこと？それは俺が説明してやる。何こいつ。安心しろ、俺の仲間だ。で、おかげは誰になった？団蔵ってやつだよ。大方予想通りになったな。団蔵、おかげだと？そうだ。お前の兄を追い詰めた木の葉の上層部の一人だ。そいつが新たな火影になった。一体木の葉で何があった？俺の部下ペインが木の葉を潰した。お前もペインも派手にやりすぎたせいでついに火影も動き出したようだ。火影たちが？火影会談が開かれる。そこからは僕が説明する。ナルト？そのナルトってのがペインを一人でやったのか？そうだよ。ものすごく強くなってる。多分今やったらサスケより強いと思うけどね。そんなことはどうでもいい。問題は五影階段だ。どうすんの？この葉もうないんだし、ターゲットの団蔵ってのがその五影階段に行くならそっち行った方がいいんじゃないの？何？僕間違ってる？俺たち鷹は五影階段で火影の首を取る。行き先変更だ。それがいいだろう。で、その五影階段の場所はどこなの？めんどくせえことになりやがったな。絶、僕の分身が案内するよ。僕についてきて。こいつらを信用していいのか？まずは様子を見る。何かおかしな様子があればアマテラスで処理する。ちょうど試したいこともあるしな。うまくいった。いや、ナガトにしても俺のための輪廻転生の術をあんな風に使うとは思わなかった。裏切るとはな。サスケがナガト以上になったとしてもコントロールできなければ意味がない。ゲドウマゾも当分はリンクさせるつもりはない。
様子を見た方がいいだろう。長門が死ぬシナリオも用意してあったと。一応な。だが俺の本命ルートじゃないのは確かだ。渦巻きなると奴のせいで少し計画がずらされた。どうする、動くのか。虎視眈々と行くのはここまでだ。月の目計画を急ぐとしよう。